最後に、熊本城の二の丸広場における観覧区域の一部拡大についてお知らせをいたします。ご承知の通り、熊本城では、現在、有料区域のすべて、および西出丸など、無料区域の一部において立ち入り規制を実施をしておりまして、来場者の皆様には二の丸広場や、加藤神社などから被災した天守閣や宇土櫓などをご覧いただいている状況にあります。震災から1年以上が経過した今なお、国内外から多くの皆様にお越しをいただいている中、今月13日には二の丸広場に通行路の設置を行い、観覧環境の改善を図ったところですが、さらに少しでも間近でご覧いただけるよう、立ち入り規制区域の各所において開放が可能かどうか検討を行ってまいりました。その結果、こちらのフリップをご覧いただければと思いますが、その結果、配布をさせていただいております資料の通りですね、二の丸広場の3カ所について、来場者の安全が確保できると判断をいたしまして、8月1日火曜日の午前9時から開放をいたします。この二の丸広場観覧区域の一部拡大によりまして、元太鼓櫓の崩落した石垣でありますとか、住石で頑張っている乾櫓、また催し物広場に並ぶ石材ですね、石垣をより間近でご覧いただけるようになりますので、ぜひ多くの皆様に、今しか見ることのできない熊本城にお越しいただきたいというふうに考えております。なお今後もですね、立ち入り規制区域の開放につきましては引き続き検討を行いまして、安全が確保できる箇所については順次開放をしていきたいと考えておりまして、適宜お知らせをしてまいりたいと考えております。私の方からは以上です。